申し込む。出演の男性に見え最中の父親が名乗り出る DNA 鑑定へ。1月31日に民放で放送された公開大捜索18春、今夜あなたが解決する、記録喪失行方不明スペシャルに出演した和田龍仁さん、仮名が2月5日居住している愛知県一宮市の自立支援施設で記者会見し、番組放送後に三重県四日市の男性が父親だと名乗り出ていたことを明らかにしたと共同通信産経ベストなどが報じました。同施設によると、警察が男性の DNA 鑑定を行う予定だということです。バルミエの男性が DNA 型鑑定、民放出演で父親現れる、共同通信。この放送をめぐっては1989年3月7日に徳島県内で行方不明になった松岡紳士君、当時4歳に似ているという情報がネット上で大きな話題に。徳島県警が3日夜に松岡紳士君の両親の DNA 採取を行ったことを、紳士君の父親である松岡正信さんが自身のファーセブックに投稿して明かしました。関連記事、バル DNA 採取は行われました。松岡紳士君の父が FB で真相を明かす。報道によると、この父親を名乗る人物は28歳になる息子が平成26年6月に三重県川越町のアパートから失踪し、三重県警に捜索願いを出していたということです。この1年前にも失踪し、約1ヶ月後に記憶をなくした状態で見つかっていたとしています。その時は療養したことで記憶が戻ったとのこと。この放送をめぐっては、徳島県鶴来町で行方不明になった松岡紳士君に特徴が似ているとの情報が寄せられ、徳島県警が紳士君の両親から DNA を採取すると発表するも、別の有力情報が入ったため一旦保留に。しかし3日夜、再度 DNA 採取が行われました。紳士君の父親である正信さんが DNA 採取を再開した経緯について、ファーセブックで丁寧に説明したことも話題となっていました。MAG2 ニュースでは今後もこの事件や DNA 鑑定に関する新情報をお伝えしていきます。真相が早く明らかになることを切に願っています。梅印本記事内のツイートにつきましては、Twitter のツイート埋め込み機能を利用して掲載させていただいております。MAG2 ニュース公式メールマガジン平日配信。各界の専門家や研究家、著名人らが発行する2万紙のメルマガから厳選した情報を毎日お届け。マスメディアには載らない裏情報からためになる専門ネタまで、最新ニュースが無料で届く。